東萩駅は山口県萩市大技椿東ア座大広津にある西日本旅客鉄道3位本線の駅。事務官コードは64万782。長戸鉄道部が管理し JR 西日本広島メンテックによる業務委託駅。2003年9月30日までは JR 西日本の直営駅であった。萩市の代表駅であり、市内の中心部に 最も近い駅でもある。窓口では新山口駅への特急バス、萩号の乗車券のほか、新山口駅からの新幹線規格乗車券も扱っている。2005年3月の特急、磯風廃止以降、定期の優等列車の運転はなかったが、2017年8月5日より、山口 DC を記念して、快速の話の始発着駅となった。なお、特別な トワイライトエクスプレスのサインルートにおける停車設定があった広報1、広報2、広報3、広報4。また、2017年6月17日からは団体専用列車のトワイライトエクスプレス随風の停車駅となった広報5。加えて、この列車運行開始に伴う改修計画もある広報6。窓口の営業していない時間帯の旅客扱いは 無人駅に準じる。単式、島式の複合型2面3線で交換、折り返し設備を有する地上駅。駅舎は単式の1番ホーム側にあり、島式の2.3番ホームへは、長年寄りの古線橋で連絡している。かつては、貨物輸送をしていたため多くの留置線があったが、現在は3番ホームの外側に1本設置されているだけである。 時刻案内として反転フラップ式案内表示器を使用していたが、現在は使用されておらず、その場所に列車接近表示器が設置されている。また駅放送は SRC により自動放送される。マスダ初21時台の最終は当駅止まりで、そのまま夜間退白し、翌朝3番乗り場から折り返しのマスダ駅1番列車となる。日の平均乗車人員は、 以下の通りである。東萩駅付近踏切から下関方面線路東萩駅前にある萩城店主の1、6復元模型西側のみに出口があり、駅前ロータリーにバスの停留所がある。再開発事業で駅前に建設された萩レインボープラザは土産物屋と観光ホテル、萩ロイヤルホテルが一体となった施設だったが、一時期ホテル部分が休業するなど、 駅前の経済の空洞化が懸念された。この建物は再改装し、2008年4月に飲食店などのテナントが入ったビジネスホテル、萩ロイヤルインテリジェントホテルとして営業再開している。駅前に近接する国道191号のそばには、萩青年会議所により寄贈された、萩城、天守1、6復元模型がある。また、同国道が、 松本川にかかる萩橋を渡ると、市の中心部のある阿武川の三角州に入る。市の中心部はさらに1キロメートルほど、南西のバスターミナルの付近である。駅裏を通過する山口県道67号萩、川上線沿いに、山田電機や丸和の集合した、ショッピングゾーン、椿東ショッピングパークがあるが自由通路等は、設けられておらず、東萩駅からのアクセスは、 基本的に考慮されていない。傍聴交通の路線バスが停車する。0番1番2番西日本旅客鉄道、山陰本線越芝浜駅東萩駅、萩駅広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集。ありがとうございます。